エルちゃんの分も勉強するし、エルちゃんの分も日本のレースを盛り上げてみせる。ですが、このウマ娘も目が離せません。夏から一気に駆け上がってきた4番人気鶴丸剛。やっと来られた G2 のレース、京都大賞典。これまでは眺めるばっかで、走りたくても走れなくて、ずっと夢として想像するしかできなくて。だけど今日、私はここで走れるんだ。 G1 ウマ娘が揃うレースに、みんなと一緒のレースに、私も。すごいね。けど私だって調子はバッチリ。この日のためにたくさん頑張ってきたんだから。うん、スペちゃん、つるちゃん頑張ってたもんね。うん、私ね、ここに立ってる自分がちょっと誇らしいんだ。本当に長かったもん、ここまで。よーし、気合い入れて走るぞ、つよし。G1 ウマ娘たちと思いっきり走り合ってやる。スペちゃんも全力で来てね。見せてもらうから、ダービーウマ娘の走り。残り 200m。 スペシャル動きが悪い。実力者たちによる世紀の一戦、果たして頂点をつかむのはどの馬娘でしょうか。スペちゃん、つるちゃん、この前はごめんね。私、つるちゃんが怒っても仕方ない走りをしちゃってた。でも今日は大丈夫。絶対にがっかりさせる走りはしないって約束するから。その目、私の追いかけてきたスペちゃんの日本で一番勝負したいダービーウマ娘の目だ。期待してるからね。全力で勝負しようね。うん、精一杯全力で。さあ、直線コースを向かいました。左右中央を突いたのはキングヘイロー。外を回って、左右近い
んの走る姿に憧れて、おかげで私もこれまでにないくらい元気に走れてる。だから今日も見せてね。しっかり天皇賞秋で見せてくれた追いかけたくなる走りを。スペシャルウィーク様の走りはずっと私の胸に刻まれております。天皇賞春、あれほどのレースをされる馬娘にいつか追いつき、そして追い越したいですので、ぜひともまた挑ませてくださいませ。世界の馬娘を相手に勝ったあなたに。はい、鶴ちゃんにもブライトさんにもこれからも競いたいって思ってもらえる走りをしてきます。今年を締めくくる大一番、有馬記念に挑む14名の馬娘たちが決戦の舞台へと向かいます。半数が G1 馬娘という世紀の一戦に、スタンドにいる観客の熱も大きく上がっています。グランプリの栄冠に輝くのは果たしてどの馬娘になるのでしょうか。まさかグランプリの大舞台に立てる日が来るだなんて、ちょっと前までは思いもしなかったよ。鶴ちゃん、クラシックレースに出られなかったのは今でもちょっと悔しい。ルドルフ会長、三冠ウマ娘にはやっぱ憧れてたし、クラシックレースに立つことは小さい頃から夢見てたから。皐月賞、日本ダービー、菊花賞、一生に一度の舞台に一つも上がれなくて。でもね、その夢は叶わなかったけど、その代わりに新しい夢がすっごく大きく膨らんだんだ。私は絶対の絶対にみんなと一緒に走る。頑張って追いついて、一緒に走って、それで勝ちたいって。これもスペちゃんやみんなが走る姿を見せ続けてくれたおかげ、私に夢を見させてくれたおかげだからね。今日のこの一瞬を精一杯走るよ。うん、私だってこのレースを全力で走るね。この日のために重ねてきた努力、ダイアンお姉様の思いとともに、必ずや先頭で駆け抜けてみせます。ブライトさん、すごい集中力。私も本気の本気で。お待たせしました、スペちゃん。ようやく今日という日を迎えられましたね、グラスちゃん。ジャパンカップの走り、本当にお見事でした。約束通り、私が一番勝ちたい馬娘になってくれましたね。その背中を追い抜き、己が夢の頂へ向かって駆け抜けてみせます。私も今度こそグラスちゃんの背中を追い抜いてみせる。日本一の馬娘としてグラスちゃんに勝つから。中山メインレース、有馬記念に出走する馬娘たちがターフに姿を現しました。黄金世代に変わるのは私だ、ケイン・オクラオン。胸の奥に秘めるは熱きプライド、目白家屈指のステイヤー、目白ブライト。諦めの文字はない。遅れてきた黄金世代の秘密兵器、鶴丸剛。帰国子女の可憐な振り毛、しかし心に宿るは山肌らしい。ここまでグランプリ2連覇の怪物、グラスランダー。そして日本中の夢を背負い、見事に勝利をつかんだ日本総大将、
以上にリスク見えます。さすが日本一の馬娘、私たちも全力で応援しましょう。声をかけてあげてくださいませ。スペシャルウィークさんが今日のレースでまた誰かにとっての日本一の馬娘になれるように。ええ、これまで紡いできたシリウスの助けを次につなげるような最高のレースをしてくれるように。次はどんなやつがチームに入ってくるんだろうな。